おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も蛇の命続きやっていきたいと思います。パート2ですね。前回はまあ導入部分というか、いろいろな災害に巻き込まれ、なんか凶悪犯がいると言われ、これから犯人探しになるよっていう蛇です。探偵だったみたいだね。全然知らなかった。これメニュー画面ってどこで開くんだろう。これか、あ違うわ、間違った。あこれか、メニューボタンやっと開けたわ。今はレベルが1だ。アイテムはヘビーボール。何これ。換金用の救済アイテム、済んだ場合に売って現金にするよう。現バージョンは換金不可。今は無理なんだ。今ちょっと調整中ってことかな。でオプションとかはまあ特に別にいいかな。でもここに別に探偵ですとか書いてないもんね。びっくりしたわ、探偵って言われて。じゃあいろいろ探索していくところかな。電話相談、スキル割り振りはまだ多分今できないから。でこのチェックは何。あー寝るとストーリーが進行します。まだ話を聞いて回りたいと。はい。じゃあまだいろいろ話聞いていこうか。ヘビ従業員、もう夜だからゆっくり寝ていってね。オッケー。この笑顔かわいい。4号室のお客さんもヘビなんだね。はい、どうも。この旅館に凶悪犯が潜入してるみたいだから注意してね。オッケー。他の人の部屋でも電話できるんだ。いいな、これ。とりあえずは、じゃあ人間に、あー、間違った。人間に話しかける前に全員ヘビに話しかけてこう。これ何？めっちゃ可愛い。うわ？あー普通にお客さんに話しかけちゃった。ペット OK の旅館はヘビ率が高くなるのよね。あ、これあなたのペットなのね。なるほど。この世界線ではヘビが OK な旅館とヘビがダメな旅館があるわけだ。なるほどなるほど。でここはたまたまヘビが OK な旅館だったけど、こういう風に呪われているとよ。最悪ですな、ミミズくん。なんだこの旅館は、ヘビとかムカデばっかのクソ旅館だな。お前もちょっとクソの要素の一つだと思うけど。で、あ、なんだこれ、お金。やったー、100ゴールド獲得しました。こういう風にお金集めていくのか。これはまあトイレは特にないか。じゃあ、人手じゃなくてなんだっけ、あ、ムカデムカデ。人手ってなんだ。ムカデに話しかけよう。なんだこの旅館は、ヘビとかミミズばっかの草旅館だな。ミミズと同じこと言ってる。これがバールとかかな、違うか。あ、これお金じゃね。え、いいの。ムカデさんの部屋のお金ちょうだいします。チース、すいません。儲け儲け儲け。あ、これポイズンスネークさんね。凶悪犯のことは刑事さんに任せて、今日はもう寝るよ。オッケー。ここには特に何も金目のものはないね。くそー、残念だ。これはヘビ客。これ絶対殺人事件が起こるパターンのやつだよ。だな、確かにな。もうここまでフラグビンビンに立てられるとね、普通にありそうだよね。これ大型種ね、ヘビ。凶悪犯がいるから不安で、飲み物かリンゴくらいしか喉を通らないよ。リンゴ通れば十分だと思うんですけど。これ何、メロンソーダがある、飲みますか。あー HP プラス5ね。なるほど。まあ今は別に減ってないからいいか。他には特にないね。ここは、あ、ヘビと一緒に部屋に住んでるわけじゃないわ、間違った。ヘビと一緒に泊まってんだ。なんかちっちゃいのもいるね。あれ、あ、調べられるわけじゃない。子供かな、これ。え、ここの二人の子供？いや、そんなバカな。どう最近。これ好き。このヘビ客の。どう最近、うん。この旅館に凶悪犯がいるみたいだけど、刑事さんも来てるみたいだから安心だね。いや、あの刑事ちょっと信用ならんよ。あの刑事なんか無敗の刑事とか言ってるけど、すごいもう無能感がプンプンするよ。ここの部屋のヘビは話しかけたから、じゃあハンターさんに話しかけようか。くそ狭い部屋だな。刑務所じゃねえんだから。あ、
確かにね、めっちゃ狭いね。寝るところと机、まあ、どんくらいの値段なのかにもよるけどさ、旅館って言われるとなんか旅館感がないね、あんまり。だしさ、こうやって2人で泊まってる部屋もあるのに、ここの部屋もだってこんな狭いんでしょ？ベッド1つしかないじゃん、どうすんのって感じだけど。まあ、あとこれが従業員かな。凶悪犯がいるみたいだけど、無敗の刑事もいるから安心ね。その無敗の刑事はどこにいるの？いなくね？まあいいや。とりあえず今調べられる分は全部調べたかな。じゃあ寝ようか。今日のところはまあ寝てあげよう。よし、寝るとストーリーが進行しますと。もう寝る。 HP が全回復しました、ありがとうございます。なね？なねって言っちゃった。呪いの温泉旅館。その温泉旅館に足を踏み入れれば、数々の災いが降りかかる。その噂に間違いはなかった。しかし本当の災いはまだ始まってさえいなかったことに、気づいた頃にはもうその旅館から抜け出すことは。へ、次の日朝だね。おお、大変だ、旅館が火事だ。もうあらゆるなんか事故が多発しているよ。唐突すぎるよ。火元はどこなの？フロントだよ、フロントが燃えてるんだよ。急いで裏口に避難しなきゃ。その避難用の裏口も封鎖されちゃったよ。嘘でしょ。一日で？どうやって？何があったの？地球ロビーに移動します。 OK。 二度寝するとかある。いいな、二度寝やりたい。でも推理レベル30必要だから無理か。火事は？火事なら今収束したところだ。思ったほど大きな火災じゃなかったみたいね。ああ、この俺が早期に発見したおかげだぞ。早期の消火活動を感謝する。てめえのマッチポンプ劇場じゃねえだろうな。無言。ぶち切れてんな。ちょっとこれ面白いな。マッチポンプってあれか、自分の自作自演だって言いたいんだよね、きっとね。てめえのマッチポンプ劇場じゃねえだろうな。命の恩人に向かってなんてこと言いやがる。すいません。例の凶悪犯が放火したと見て間違いなさそうね。この旅館いろいろ怪奇現象が起こるけど、火災は初めてだな。ヘビ従業員、そんな怪奇現象に見舞われながらもここで働いているのか、偉いな。それにこの放火騒動、何か違和感があるよ。ああ、放火する時間帯がおかしい。放火する場所がおかしい。場所かな？いやでもフロントが放火されるって変だよね、なんかね。もっと犯人だったら人気のない場所放火するべきなんじゃないの？放火する場所がおかしいんじゃない？お、やった！こうやって経験値得ていくのね。なるほどね。30ポイントの経験値。やった。そうだよ。放火場所がおかしいよ。放火するならもっと目立たない場所で放火するはずだけど、そうだよ。フロントなんて一番目立つ場所を放火したらすぐ発見されるのは目に見えてるよ。その通り。そもそも火元はなんだよ。フロントの用具入れにあるロープが出火原因のようだね。一番燃えやすそうなロープに片っ端から火をつけてったに違いないよ。ロープを燃やした理由は？燃えやすそうだったから。脱出道具を立つため次元型導火線方式で引火。まあ理由になってないよね、一番下はね。脱出道具を立つためじゃない。ロープってなんかそういうもんじゃないの？そうだね。凶悪犯の目的が監禁だとしたら、今レベルアップっていうか経験値ポイントもらえなかったから、間違いかな。脱出道具になりやすそうなロープが狙われたんだよ。それよりこんな緊急事態に肝心の刑事は何してるんだ？裏口だよ、封鎖されちゃってるからね。あ、そうだよ、裏口も気になってたのよ。裏口行こう。また眠いから部屋に戻ろうとしてる。誰だよ、こんなところに扉を3枚も設置してったやつは。本当だ。何これ、すごい。なんか奥に行けば行くほどこう重厚な扉が張ってあるわね。凶悪犯に決まってるだろう。
ご丁寧に扉3枚とも鍵がかけられているようだ。玄関は雪崩、裏口は3枚扉、これで完全に閉じ込められたってわけだな。え、窓とかないの？窓、他に窓とかないの？すごい、私とシンクロしてる。ないよ、雪崩が入り込まないように取っ払っちゃったよ。あー、まあそういうもんなのかな、雪がすごいところって。まあ、確かに北海道とかって2階に入り口があったりするもんね。2階は？2階自体がないんだよ、過去に雪崩で流されちゃったからね。え？雪崩で上が流されたの？どういうこと？なんで？ん？電話で救助を要請するとか。電話線が切られてるよ、犯人が放火のついでに切ったよね。だったらスマホで救助を呼ぼうかしら。県外で Wi-Fi 飛んでないし、通信障害も起きてるよ。もう散々だよ、泣き面に蜂とはこのことだよ。呪い以前にこの旅館のずさんなクソ管理体制をどうにかしろよ。その通りだよ、もうクソすぎる。みんななんでこんなところに泊まりに来たんだ。こんなんだから凶悪犯に利用されてんだろうが。旅館に閉じ込められたところで何か発言しますか。発言しようか。旅館に監禁された件について発言を選択してね。凶悪犯はこの中にいる、凶悪犯はこの中にいない。でも誰も減ってないよね今のところは。あれ、ヘビって何匹いたんだっけ。7匹くらいいた気がするけど、なんかちょっと少ないか。まあ、いや、いるんじゃないの、さすがに。凶悪犯はこの中にいる。そうだよね、監禁されたってことはやっぱり凶悪犯がいるってことだよね。あ、そういうことか。なるほど。いや、むしろ逆だよ。発想を逆転させたまえ。はあ、何でしょうか。この3枚の扉は凶悪犯がいないことを示しているのだよ。え、そうなの、なんで。凶悪犯がいない？だったら誰が扉を設置して監禁したのさ。もちろん凶悪犯だよ。あ、え、何を言ってるんだ。え、凶悪犯はいないって自分で言ったばっかりじゃないか。凶悪犯がいないというのは凶悪犯が逃げた後ってことだ。あー、扉をこうだんだん重厚に設置してって、さよならって言って逃げたってこと。なるほど。この無敗の刑事に恐れをなしてんな。なんか言ってんね。いや、本当に信用できない。なんか絶対無能だと思うんだよな。そして刑事が追ってこれないように鍵付き扉を三重に設置し、旅館内に隔離したわけだ。三重にも施錠するほどこの無敗の刑事を恐れていたのだろう。そうね、旅館が燃やされかけたって点でも犯人は外に逃げたと考えるのが自然だわ。それに凶悪犯が残っているなら、うちの探知犬が反応しているはずだ。そうか、もう鼻詰まりはとっくに収まってるのかな。一晩経過して鼻詰まりからも回復してるからな。その探知犬が反応しないのなら、凶悪犯はとっくに逃げていったのだろう。つまりは今朝になって旅館からいなくなったものこそが凶悪犯だ。なんかさ、この探知犬を調教してさ、もう実は刑事が凶悪犯でしたみたいなオチない？それはないか、さすがに。誰かいなくなった人いるの？人間のお客様は全員残ってるわね。それにミミズムカデも残ってるわ、残念ながら。残念じゃねえわ。ヘビの客も全員残ってるよ、誰も減っていないようだね。そうなると凶悪犯はもともと旅館内に隠れていたのだろう。そして見つかる前に逃亡を図ったわけだ。まあそう推理できてもおかしくないのか。一応異議しとく。そう、異議。旅館に隠れる場所がない。これはまあ、隠れる場所はどこにでもあると思うけど、外は大雪だから逃走不可。その通り、大雪よ。そうだよ、外は猛吹雪だから逃げるなんて無理だよ。ああ、その通り。外の猛吹雪を考えれば、逃げるのは無理だな。え、凶悪犯は逃げたって自分から言い出したことじゃないか。ああ、
凶悪犯は逃げた。あ？そして猛吹雪の中力尽きたのだろう。つまり円満解決だ。もうそんなんだったらな、まずゲームになってねえんだよ。いや逆に危険だよ。猛吹雪ってことは旅館に凶悪犯が引き返してくる可能性があるよ。確かに。いいや、発想をさらに逆転させたまえ。この旅館は3枚の扉と雪崩の防壁で守られているのだよ。予想外の猛吹雪で凶悪犯が引き返してこようとも、この旅館こそ一番安全な場所なのだよ。何が潔癖要塞だ。出口のないシェルターは監獄以下だぞ。確かにね、監獄にでも窓はあるもんね。ま、玄関の雪崩に関してはあと3日もすれば解け始めるだろうよ。3日もこのボロ旅館で過ごすのかよ。文句ばっかり言うなら帰れよ。帰れねえから文句言ってんだろうが。まあ3日の我慢で帰れるならそれまでの辛抱だよ。まあそうね、それで助かるんだったらまあ全然いいけど。何これ。おや、こんなところに何か置き手紙のようなものがあるわね。メモ、凶悪犯が残したものかね。なんだよ。その置き手紙には何と書かれてるんだよ。この旅館は2日後に爆発すると書かれている。2日後、雪崩解けるの3日後。終わった。今度は爆弾かよ。もうすごいよ、追い打ちかけてくるね。凶悪犯が逃走ついでに爆弾まで仕掛けていきやがったのか。放火が失敗した際の保険だろ。用意周到な凶悪犯のようだ。もう呪い呪いと騒いでいた頃の方が平和だったよ。確かに。それほど慌てることもあるまい。爆弾犯に関しては、タイムリミットが2日と悠長ではないか。それにこの置き手紙、それにこの置き手紙にはまだ続きがあって。ご丁寧に爆弾の解除方法まで記載されているのだよ。あ、なんと。ご丁寧、本当にご丁寧。親切ね。解除方法？親切な爆弾犯だな。解除方法は、金の扉を解除すれば、同時に爆弾も解除されるそうだ。なるほど。金の扉って、これのことか。一番奥にあるこの、すげえ丈夫そうな扉。あーね、ちゃんと、わかりやす。一番奥の扉だよ。これじゃ脱出するのと変わらないじゃないか。解除方法には続きがある。救済用処置としてそこの ATM から指定の口座に7770ゴールドを振り込めば金の扉が解除される仕様らしい。あー、まあなんか、まあ振り込めよっていうお金目的なの、このなんか密室って。そんなんでこんなに大量に用意周到にするかね。何が救済措置だ。結局凶悪犯とやらの正体は単なる振り込め詐欺じゃねえか。確かに。逆に考えれば朗報だろう。逆に考えすぎじゃないこの刑事。凶悪犯の動機が金なら対処しやすいからな。じゃあ警察が払ってくれよ。いや普通はだってね、まあ、警察がね、このね、みんなの命を助けると思って払ってくれれば、そのための税金じゃない？いいんじゃない？ダメ？そして金を振り込むだけなら爆弾自体を見つける必要もない。7000ゴールド以上か。手の届かない額じゃないけど高いなあ。やっぱ高いのか。このボロ旅館に泊まりに来る客層に合わせた限界の額なんだろうな。あ、なるほどね。ミミズのような下等生物が泊まりに来れるほどの旅館だからね。もう私だってね、ゼロゴールドで泊まりに来てるからね。俺は一円たりとも払わんぞ。玄関の雪崩が解けるまで待てばタダで脱出できるのだからな。意義あり。だって解けるの3日よ。雪崩が解けるのが先、旅館が爆発するのが先、旅館が爆発するのが先です。20ポイントありがとう。そうだよ、雪崩が解ける1日前には旅館が爆発しちゃうよ。それでも金は出さんぞ。ケチだね。
凶悪犯に課金するくらいなら、この旅館と心中してやるわ。旅館側としてはムカデと共に心中するなんてごめんだよ。とにかく早く脱出したいやつが優先的に金を出せばいい。人ごとだな。こういう場合、旅館か警察のどっちかが率先して振り込むもんじゃないの？そう思います。まあ旅館側ももちろんですけど、そのね、警察もそうだと思いますよ。宿泊客の命を最優先にするのが旅館の定めというか、旅館の使命なのではないでしょうか。それだったら警察側の仕事だろう。市民の安全のためにさっさと振り込んどくれよ。いやいや、我々警察としては犯罪者に屈するわけにはいかんのだよ。犯罪者に屈するとかそういう問題じゃないでしょ。命命まあ蛇の命はなんかすごいなんか雑に扱われてるけど、せめてこの人間の命だけでもよ、まあ、蛇もちょっと助けてほしいけどよ。旅館こそがお客の安全のため振り込むべきだろ。いやもう折半しろよくそしかいねえな、この旅館は。ところで凶悪犯の動機はお金のようだけど、今日一連の凶悪犯の行動矛盾してる気がするよ。まあ矛盾してるのかな、まあ、放火してるってことかな。動機が金の場合、矛盾する凶悪犯の行動は監禁と矛盾している、放火と矛盾している。放火じゃない？そうだよ、放火の件がおかしいよ。放火で旅館が全焼していたらお金を振り込む人がいなくなっちゃうよ。まあ消火されることも計算のうちだったのかもしれんな。放火場所に一番目立つフロントを選んだ理由とも一致するよ。放火は気づかれること前提の可能性が高いよ。なるほど、あなたのターンになりました。行動を選択してね。何もしない、7770ゴールドを振り込む、セーブする、部屋に戻る。あー、今250ゴールドしかねえからな。どうしよう、セーブするか。じゃセーブ、さっさと済ませてよ。セーブ画面を開くね。みんなめたいね、ありがとう。再開だよ。金の扉以外にも2枚の扉がある。確かに。これとこれね。なんかだんだん安っぽくなってってるけど、そっちの対策も考えておいて損はないだろう。手前の木の扉程度ならバールがあれば壊せるわね。なるほど。なる話は早い、バールを持ってきてくれや。バールは1つ500ゴールドだよ。金取るの？宿泊客の命を大事にするとかそういうのじゃなくて商売優先なの？おいおい、こんな非常事態に金取る気かよ。こっちだって客商売なんだよ。500ゴールドで、500ゴールドで販売されています。購入しますか？購入ってやってみる？だって250ゴールドしかないから買えないと思うけど。所持金が足りていないようね。まあ木の扉程度ならどうにでもなる。厄介なのは鉄格子だ。こいつは普通のバールでは壊せない。ああそうなんだ。バールの中でも鉄格子に特化した最後のバールでしか破壊できないからな。最後のバールって普通はもう本当にラスボスというか、本当最後の最後で使うから最後のバールって名付けられてるのではないんだのだろうか。なのに2枚目に設置されてるのってなんか、いろいろ矛盾しているな。最後のバールに関してはうちの旅館でも販売しとらんよ。まともな旅館は普通のバール自体販売してねえわ。確かに。最後のバールについては朗報がある。昨夜6号室のムカデの荷物検査をしたところ、その最後のバールが発見されたのだよ。なんだ、それなら鉄格子問題も解決ね。5000ゴールドだ。はあ？バールは売り物だって昨日言ったよな。5000ゴールドで売ってやるよ。もうクソしかいねえなこの旅館マジで。非常事態なんだから脱出に協力しなさいよ。だから協力してるだろうが、最後のバールを売るっつう一番重要な役割でな。それでも5000ゴールドはぼったくりだよ。そのバールの適正価格は2500ゴールド程度のはずだよ。そうなんだ。なんでこんな適正価格知ってるんだいヘビ従業員くん。
他人の足元見て値段を釣り上げる転売屋の手口ね。最低、転売反対。刑事さん、この犯罪者逮捕しちゃってよ。おいおい、強制署に向かって犯罪者とは何事だ。俺の持ってきた最後のバールのおかげで脱出できるのだからな。そのバール自体もどこから盗んできたことやら。最後のバールが売りに出されています。購入しますか？いやだから所持金が足りないんだって。圧倒的に足りないんだって。250円しか持ってないんだって。買わない。鉄格子をよく見るとこれぐらいの隙間、蛇ぐらいならくぐり抜けられそうだな。あ、確かにね。じゃあ蛇がくぐり抜けられるってことはミミズもムカデも通り抜けられそうだね。大型種はちょっと無理かな。一見くぐれそうだけど無理だよ。そうなんだ。鉄格子には蛇特化の毒が塗り込まれているから蛇でもくぐれない設計だよ。なるほどね。蛇特化の毒とかあるの？どんだけ意地悪なんだ。じゃあ蛇特化ってことはミミズとかムカデは通れるのかな。どうなんだ。蛇特化の毒でくぐれない。発想を逆転すれば蛇以外ならくぐれるってことだな。うん、そうだね。そこはちょっと発想の逆転はありだね。人間にくぐれる隙間ではないぞ。赤ん坊だとしても難しいだろう。まあ鉄格子の問題はこの際後回しでもいい。雪崩さえ解ければ解決する話だからな。だから2日後に爆発するって言ってんじゃねえか。結局問題なのが金の扉だ。この扉もバールか何かで壊せばいいんじゃねえのか。金の扉はどんなバールでも壊すことはできんのだよ。開かずの扉とも呼ばれ、設置した張本人以外解錠は不可能だ。あらまあ。つまり7770ゴールド振り込むしかないってことか。それかこの金の扉を設置したやつがまあ白状して開けてくれるのを待つしかないっていうことだよね。その振り込み先の情報から凶悪犯の情報を特定できないかな。命の救世主 X という名義を使用しているようだ。はあ、すげえ恥ずかしい中二病ネームみたいな名前だね。救世主だ。たかが振り込め詐欺会社が大層な名前つきやがって。確かに。命の救世主 X？ 過去に聞いたことのある名前ね。はあ、過去にもその救世主 X に金ぶんどられたのか。逆よ。昔この旅館に多額の寄付をしてくれたのが命の救世主 X なんだよ。あら、え、多額の寄付してくれたのに今は7770ゴールドを振り込めと言ってるの？なんだろう、なんかこの旅館があまりにもクソだから寄付した金返せよクソがーって言ってるってこと？その救世主 X が昔寄付した額を今になって請求してきた。詐欺ということは当然過去に寄付された額は7770ゴールドより少ないのだろう？それも逆よ。もらった額の方が多かったわ。え？別人なんじゃないの？しかも100倍、70万ゴールド以上の援助を受けたわ。70万ゴールド？もうなんか5000ゴールドとか7770ゴールドとかって言ってる、もう規模と全然違うじゃないか。ええ。なのにたった7770ゴールドだけをこう返せって言ってきたの？え、おかしくない ?70 万ゴールド以上の寄付？70万も援助を受けてた割にはボロい旅館だな。確かにね。あんたは黙ってなさい。まあ今回の犯人は別人。その救世主 X の名を語ったのだろう。その手紙の書式や番号を見る限り当人のような気がするけどね。はあ、当人だろうが別人だろうが、請求額の方が少ない分には儲けもんではないか。なんかさ、すごいアホな思考してるよね。確かにまあ、お得ではあるんだけども。普通の詐欺は請求額の方が増えるものだ。あながち救世主かもしれんよ。あー、もう発言するたびにこの刑事のことが信用できなくなっていく。それに一番奥の金の扉、一部純金が使われているようだから、売りに出せば1万ゴールドにはなるぞ。あら、そうなの？1万ゴールドかけて
設置してるのに結局請求してるのは1万ゴールド以下なの？は？何もメリットなくないか？ん？7770ゴールドを振り込ませるために1万ゴールドの扉を縦逃げ？矛盾してる。そうだよ、計算が合わないよ。1万ゴールドの扉で7770ゴールドバックじゃ犯人側が損するだけだよ。つまり凶悪犯は凶悪犯は算数ができない。凶悪犯は金目当てではない。いや、金目当てではないんだよね、きっとね。やった、50ポイントの経験値。そうだよ、金目当ての犯行じゃなさそうだよ。金目当てだったら請求額を扉代の1万ゴールドより上に設定するはずだよ。確かにそうだね、その通りだわ。いや、もっと現実的に考えたまえ。もうなんかいちいち突っかかってくる。もう何言ってもこいつな、もう全然信用できないから。何もなんか覚えてないこいつの発言。例えば、実家の邪魔なタンスが7割程度で売れれば大儲けだろ。それと同じことだ。発想を逆転させれば7割でも十分利益になるのだよ。なってないと思いますけど。俺らはゴミ捨てついでに閉じ込められたってことかよ。あなたのターンになりました。そろそろ真犯人を特定できるのでは。いやー無理ですけどねいやでもね、圧倒的に私が怪しんでるのは刑事だね。なんかすごいアホなこと言って、このなんかうまいこと脱出をこう妨げようとしてるように聞こえるんだよね。なんか都合が良すぎる気がするしね、いろいろと。犯人が分かっただと？誰だというのだね？誰だというのだね？刑事。何を言い出すのだね。1万ゴールドはたいて770ゴールドしか回収できないバカみたいな犯罪。我々に何の利益がある？あ？押収品。押収品？なんだ押収品って。宿賃、押収品、バールビジネス。まあ、バールビジネスは多分違うし、宿賃はこんなボロ旅館誰が泊まって得するものかと言われるだろうし、押収品で金の扉も押収できるってこと？どういうことだ？押収品にしておく？もう30ポイントの経験値、やった。そうだよ、押収品だよ。7770ゴールドを振り込ませて、金の扉も証拠品の押収などと理由をつけて回収すれば損失が出ないよ。あー、なるほど。閉じ込められてる期間も、警察だけは仕事扱いだから給料も出るし、タダで温泉も入れるし、利益ばかりじゃない。確かに。バカバカしい。金の扉が警察のものになったとしても、私個人に還元されるはずないだろう。それにこんな大雪の中連れ出されて、呪いの旅館に何日も閉じ込められるなんて、罰ゲームでもお断りだ。まだ凶悪犯を特定するには情報が少なすぎるな。確かに。とにかく3つの扉全てが金で解決できるから心配いらんよ。脱出プランについては温泉でも浸かりながらゆっくり考えればいい。本当にのんきだよねこの人なんかもう顔にも現れてるもん。のんきそうな顔してるもん。事件は金で解決する方向で話し合いが終わりそうです。最後に何か発言しますか？凶悪犯はまだこの中にいる。発言しない。いやなんかさ、もうな、しつこいって言われそう。わかったわかった、しつこいよーって。まあいいや。凶悪犯はまだこの中にいる。犯人探しが好きなら一人で勝手にやりたまえ。バッサリ切られた。それではこれにて解散とする。宿泊部屋に戻ります。なんだその宣言は。いいな、なんか。私がやりたい、それ。あー、戻ってきたね。どうしたもんかね。とりあえずセーブしようか。セーブして、じゃあ、今日はこれくらいで終わろうかな。すごい、急展開もいいところだね。閉じ込められちゃったよ。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。次回からまたいろいろ操作して、他にもまた変な事件が起こるんじゃないでしょうか。ということで、また次回に続きます。おつぴよです。チャンネル登録もよろしくお願いします。